回は今までが準備体操だったと思えるくらいのでかい山だ。数々の難事件を解決してきた4人でトータル IQ700 の天才集団、前回よりも派手だ。ついにシーズン3に突入。駆逐艦が4隻ハッキングされて、トップレベルの技術者もお手上げだ。トップレベルの技術者は僕たちです。お任せください、スコーピオンはミスを犯しませんから。チームの武器は超高速のひらめきと大胆な操作テク。やだすごい。エンジンが止まっていればハッカーは機体を制御できない。レーザーを使えば直接新しいファームウェアを送れる。彼らが唯一解けない問題、それは恋。ああ、ずっと君に言わなきゃと思ってたことがあるんだけど。大事なことだ。それをついに口にする。違うの、ウォルター、こっちに向かってくる。何が？嘘だ、ミサイルだ。スコーピオン史上最大の事件が発生。破壊力の高いミサイルが4都市を狙っている。現時点でアメリカは無防備な状態だ。事件も恋も見事解決できるのか。核弾頭を発射する気か。まずい展開。世界の運命は君の手の内にある。どれだけの変数を計算するか分かってる？分からない。でもスコーピオンなら諦めないで。世界最高の頭脳で戦う。自分たちがいかに優れたハッカーなのかをアピールしてる。どっちが早くハッキングできるかの勝負になる。超天才チームが挑む国家レベルの犯罪捜査エンターテイメント。ミサイル直撃までは20秒。スコーピオンシーズン3。